い、皆さんこんばんは。9時になりました。今日もヒーリングライフスタイルのセミナーにたくさんご参加いただいてありがとうございます。今日からできる人生を好転させる夜の習慣というタイトルで皆さんにお伝えしていきたいと思いますね。で、今まで睡眠セミナーを何回かやってきて、睡眠、良質な睡眠、よく眠るということはどういうことかとか、何がいい睡眠というのかというのもお伝えしてきたんですけど、その中でよく出てきたのが、朝の時間の使い方とか、朝から準備して夜というふうに、やっぱりこう流れがあるんですよね。布団だけ変えればいいとか枕だけ変えればいいということではなくて、朝から朝日を浴びたりとか、そういうお話を皆さんにお伝えしてきたんですけどね、この夜の時間が充実しているというのも大事なポイントなんですね。で、一流の人たち、結果を出し続けている、まあ一般的に成功者と言われるような人たちとか、そういう人たちは夜の時間をよく使っているんですよね。そういう人たちは夜遅くまで遊んだりしないんですよ。で、去年の、新型コロナウイルスで、まあ、帰宅時間が早くなったりとか、在宅ワークが増えたりして、それで、在宅ワークが増えることによって、不眠で悩まされる方もとても増えているんですよね。プラス外と内の切り替えがなかなかね、会社から家に帰ってきて疲れて寝てたというサイクルが切れることによって睡眠が浅くなったりとか、まあ、いろんなことがあるんですけど、やっぱりこの夜の時間の使い方というのを見直すことが必要だなと思って、今日は一流の人たちもよくやっている、その成功体質を作るような良い夜の習慣を皆さんにお伝えしていきたいと思います、ね、そして皆さんも今こう夜の時間が増えたという方がいらっしゃ、結構増えたんですけど、あまりこう使い方っていうのがね、よくわからないという方もたくさんいらっしゃるんですよ。こんな風にすやすや寝れたらいいですよね。赤ちゃんみたいにね。で、まず早速一つ目からお伝えしますね。まずは皆さんがただいまと言って家に入っていますか。特に家族がいらっしゃる方はただいまって言って入ってね、来たりすると思うんですけど、でも家族と住んでいても言わない人もいるんですよね。で、特に一人暮らしになったりすると、そのまま入って電気つけて、ね、何も言わないで無言でとか独り言をボソボソ言いながらとかはあるんですけど、ただいまっていうこの言葉とっても大事なんですよ、ね、これがどんな意味があるかというと、今日調べてきました。今日一日頑張った自分に対してのご苦労様というねぎらいの言葉、ね、もう無事にただいま帰りましたという意味もあるんですけど、一般的にそのように受け取られるじゃないですか。それで帰ったよというサインなんですけど、でも本当はこの頑張った自分に対してのご苦労様というね、ねぎらいの言葉、それを自分が自分にいうことなんですね。これを心理学ではセルフトークというんですけど、ただいまって言った瞬間、あ、今日もお疲れ様とかなんか出るじゃないですか。で、そのように自分自身にねぎらいの言葉をかけるという意味もあるんですよ。それを言うことでどうなるかというと、皆さんの脳、そして心、体が家モードにスイッチが切り替わるんです。そしたら切り替わるとどうなるかというと、脳から、あ、リラックスしていいんだよ、休んでいいんだよという指令が伝わるんですね。で、これを言わないでただやったら、ただダラ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 してなんか切り替えがよくできなくてね、そのまま結構そのままダラーっと過ごすことがあるんですけど、あ、よし、じゃあご飯食べようとか、そんな風に
こうリラックスした服に着替えようとか、リラックスモードに脳が切り替わるんですね。それで心もほっとします。そしてそうしてから一日の疲れをそこから本格的に癒し始めるんですよ。だからとってもこれ大事なんですね。で、オフの時間、オンとオフあるじゃないですか。外に出たらオンになるんです、スイッチが。で、オフの時間を意識して作り出すこと、これも皆さんがよく眠るために必要な要素なんですね。で、オンの時間は結構作ることがたくさんあります。運動をしたりとかですけど、オフの時間を改めて作ってあげるというのもとっても大事なんですね。そして嫌なことは翌日に引きずらない、これも成功者の人たちはやっているんですよ。やっぱり一日いろんなことがあるじゃないですか。もう会社に行ったら怒られたりとか、電車に乗ったら誰かからなんか変なこと言われたりとか、なんか変な怒ってる人見たりとか、なんか嫌なこととか落ち込むこととか失敗したりして、こう暗くなったりすることなんてありますよね。ね、ですけどこれをずっと持ち越したらどうでしょうか。皆さんが持ち越さないと思っても結構ネガティブなことは脳の中に残りやすいんですね。それでずっとぐる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 考えたくなくてもぐる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 してるんですよ。それで一回切ることが必要なんですね。で、ミスやトラブルはその日のうちにリセットすることが大事。じゃあどんなことをやったらいいか。まずは、皆さんがただいまって帰ってきますよね。そしたら、手洗ったりして、まずはリラックスする服装に着替えることから。体を思いっきり緩めてあげることが必要なんですね。それで食事したかったら食事したりしてもいいんですけど、その後必ず振り返る時間を持つことが必要なんです。落ち着ける場所に楽に座る。人それぞれ椅子がいいのか、床の上がいいのか、クッションの上がいいのかありますね。その自分が落ち着ける場所に楽に座って、それで今日一日あったことを振り返ってみるんですよ。それを客観的に眺めることが必要なんです。で、どうしてそうなったのかなという、それを、なんで私はこのミスしちゃったのかな、それを感情抜きで楽にこう振り返ってみる。ね、そうすると皆さんが、あ、そういうことかと気づいたりすることもあるんですね。で、その後、どうしたらこれを良い結果になるのか、これが。ね、このミスはミスのままに終わらせないで、あの時にこうしとけばよかったとか、伝達しとけばよかったとか、これを前の日にやっとけばよかったとか、なんか気づくはずなんですね。それで自ら解決策を導き出すことが大事です。自分で解決策を導き出して、じゃあその後は皆さんの脳を使って良い結果に導く行動を、じゃあ自分がそれをやったらよかったなと思ったのを、やったらどうなったんだろうっていうのを頭の中でシミュレーションするんです。そうすると皆さんが同じようなことが結構起こるんですよ。私たち繰り返し同じようなことやってしまったりするんですよね。それが起こった時にハッと気づいて、皆さんがミスやトラブルを未然に防ぐことができるようになります。それで皆さんが今日一日これ失敗したなだけじゃなくて、あ、今度はこうしようとしたらどうですか。もう脳が肯定的に変わってるんですね。で、それでミスとかトラブルがただ失敗じゃなくて、怒られたりしたこと、なんで怒られたのかな、それも皆さんが書いたりしながら整理しながら、じゃあこうすればもしかしたら上司怒らなかったんじゃない、相手あってのことですからね。もし怒られたりした時はちょっと原因があるはずですから、それをちゃんと明確にして、そして、あ、今度はこうして、じゃあ例えば明日行ったら謝ろうとか、そういうものを全部シミュレーションしてみると、皆さんがよしと違うスイッチがまた入るんですよ。ネガティブスイッチじゃなくて、もうポジティブに切り替わり始めるんです。そして大事なのは、布団の中に嫌なことを持ち込まないことですね。
ねえ、このリセットしないとどうなると思います？もうずっと脳の中で怒られた瞬間、上司の顔、そしてミスった時のその時の状況をずっとここにあるんですよ。で、寝ながらも、もうそれが離れないんですね。そのまま起きたら次の日疲れてるんです。脳が休まらないから。ねえ、あるあるあるって感じじゃないですか。それで布団の中に持ち込むと、なかなか寝つけなかったり、寝ても夜中起きたら、起きた時が、まだ3時とかなんですよ。なんで、そうならないように、その日のうちにリセットして、皆さんが成功体質になってください。そして、ちょっと似たようなことですよね。怒りの感情は手放して寝ることが必要なんですよ。ねえ、こう。腹が立つこともあるじゃないですか。それ理不尽なことで何か言われたりとか、何よあの人とか、なんで私あの上司怒ったのとか、もあると思うんですよ。私そんなに失敗してないのにとか。ねえ。ですけど、その感情もそのまま皆さんが布団の中に持ち込んだらどうでしょうか。布団の中が、火の車に炎上します、炎上。燃えないようにしないといけません。で、怒りの感情を薄めることが大事なんですね。怒りの感情というのは、ご視聴ありがとうございます。続きが気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。